Thank you.
案内いたします。この人進行右側には広大な雲が広がる赤地山を見ることができます。高さは1828メートルで、山頂には大沼と小沼があり、木を通じて岩となっております。赤地山は50万年前には標高が1050メートルになり、富士山のような円錐形の山でしたが、その後の爆発で上部がなくなり、現在のような形になったとされています。また左側には鹿沼山を見ることができます。高さは1448メートルです。山の中腹には一段街で有名な一山本線がございます。万葉集や古今和歌集にも歌われ、群馬を代表する名湯の一つです。一山を中心に広がる温泉街は昔ながらの風情を満喫できます。源泉近くの河童橋は紅葉の名所として期待しています。伊香保温泉は次の渋谷駅から、バスで15分ほどの